Hi guys! How's it going? こんにちは、ひろちゃんです。今日はですね、先日お話しした軽自動車の K っていう車をですね、山形まで取りに行きたいと思います。道中ね、少し動画が撮れたらいいなぁなんて思ってるので、最後までね、お付き合いいただけたらありがたいなと思います。これから電車に乗って、初めてのね、山形新幹線です。はい。ちょっとね、楽しみです。はい、桐生駅に着きました。早速なんですけど、電車に乗り遅れました。さすがに距離が遠いんで、1日保険っていうのに加入しようかなと思って、そんな手続きしてたらですね、遅くなっちゃいました。なのでね、1本後の電車で到着が30分ぐらい遅れちゃうんかな。1時間に1本しかないんですよ、田舎なんで。なんで、あと1時間待ちたいと思います。さすがにね、田舎の駅なんでね、ザ田舎みたいな感じで誰もいないですね。ホームにね、今ね、誰もいないの、貸し切り。こちらの桐生駅には渡良瀬渓谷鉄道が入線しています。これから紅葉の時期になると、この渡良瀬渓谷鉄道の車窓から見る景色がとてつもなく綺麗です。はい、いつかね、そんな動画を撮れたらいいななんて思っています。私が乗ったのはこの渡良瀬渓谷鉄道ではなくて、その後に来たこの電車、 JR 両毛線の小山行き各駅停車です。この電車に乗って小山まで行って、小山に着きました。ここでですね、今度新幹線に乗り換えになります。下り電車が通過します。ご注意ください。私、乗り鉄でも何でもないんですけど、新幹線が通過する時のあの感じだけは大好きです。小山駅から宇都宮駅までは在来線でも良かったんですが、この E5 系の新幹線に乗りたいがため、新幹線1駅だけ利用させていただきました。初めての E5 系の新幹線に乗れて、うひょいっていう感じになっています。宇都宮駅で E3 系の山形新幹線に乗り換えて山形の方へ向かいました。この日は10月18日だったんですが、絶妙なタイミングでまだ紅葉には至らない感じでした。これで赤々としてたらもっと綺麗なんだろうなと思いつつ、山形駅へ向かっていきます。山形駅に到着しました。私ね、山形に1年住んでたんですけど、山形駅に来たの初めてです。っていうかね、寒い。めっちゃ寒い。やばいよ、こんな格好で来てるからさ。はい、じゃあこれから乗り換えてね、またさらに違うとこに行きます。やばい、めっちゃ学生ばっかりのとこに入ってきます。はい、というわけでですね、車引き取ってきました。はい、なんとかね、引き取ってこれました。うん、これからですね、ゆっくり群馬の方に帰っていきたいと思います。今ね、引き取ってすぐなんですよ。すぐ近くのね、スーパーに、いて、はい、まあ、ハニーにですね、少しなんか山形の何かお土産を買っていこうかななんて思ってるんですけど、はい、それでね、
のんびり帰ろうと思います。ていうかね、寒いやばい、こっちめっちゃ寒いんだけど、まあ、こんな格好で来た私も私だと思うんですけど、びっくりした、寒くって、ちょっと待って、やっぱ北国って寒いなって思いました。ね、山形に住んだことがあるのにこの格好で来る、私もバカなんですけどね。はい、ちょっとスーパーで買い物してきます。